緑が、首都方言、紫が、開放言、青が、茶方言クロアチア語は、インドヨーロッパ語族スラブ語派南スラブ語群の言語である。クロアチア及び、ボスニアヘルツェゴビナの公用語である。クロアチアの EU 加盟により、2013年7月以降、e、EU 公用語の一つにもなっている。漢字表記では、カツラチア語、クレルチ茶ユなど。 1991年にクロアチアがユーゴスラビア社会主義連邦共和国から独立する。前はセルビア語と同一の言語としてセルビアクロアチア語として扱われていた。ユーゴスラビア解体後にそれぞれが別言語と主張されるようになったが、もともと両者の違いは細かい聖書法や表現の最程度であり、現在でも非常に近い関係にある。 セルビア語がアルファベットとして、キリル文字とラテン文字を使用するのに対し、現在のクロアチア語ではもっぱらラテン文字を使用する。歴史的には、グラゴル文字が使用されたこともあり、一部では近代まで用いられていた。和社は主にバルカン半島に分布し、クロアチア人を中心に、クロアチア、セルビア、モンテネグロ、ボスニアヘルツェゴビナ及び他の国で話される。 スロベニア語、マケドニア語とも類似している。クロアチア国内で話される南スラブ語群の言語編集には主に首都方言、海方言、茶方言の3種類があり、そのうち新首都方言の東ヘルツェゴビナ方言がクロアチア語の標準語の基盤となっている。なお、セルビア語やボスニア語も首都方言の一種から標準語が作られている。 1622年から1638年にかけて、パグシマ出身のクロアチア人言語学者、バルトル・カシッチが、クロアチア語による、初の聖書簡訳を達成した。しかし、政治的な理由で1999年まで、出版されることはなかった。1810年代には、ザグレブの司教マクシミリアン・ブルホバツが、クロアチア語、 解方言の聖書翻訳を提案している。これまで日本で高等教育機関においてクロアチア語の専門家庭が設けられたことは一度もない。ただし外国語科目としてクロアチア語の講座を設けている大学はある。クロアチアがユーゴスラビアから独立する前の1988年大阪外国語大学でセルビア人の山岸リリアーナが講師となって 日本で初となるセルビア・クロアチア語の講座が開始。ユーゴスラビア解体以前、クロアチア語はセルビア語と同一言語の一方ことと、みなされてセルビア・クロアチア語と呼ばれていたので、大阪外国語大学のセルビア・クロアチア語講座をもって、日本初の高等教育機関におけるクロアチア語の講座とみなすことも不可能ではない。 1997年12月、ザグレブ大学に留学経験のある、三谷慶子筑波大学助教授が、日本語で書かれたものとしては、初となる、クロアチア語の文法書、クロアチア語ハンドブックを上司した。翌1998年、東京大学で、前述の三谷助教授による、クロアチア語の講座が始まった。セルビアクロアチア語から分離したクロアチア語を、 高等教育機関で教授する講座としては、これが、日本初となる。同年12月、同じく、三谷助教授がクロアチア語の辞書、クロアチア語常用6000語を上司。この辞書は、収録6000語と小規模ながらも、日本語で弾ける初めてのクロアチア語の辞書である。ありがとうございます。